さやしょのブルーホースでございます。カチコということでね、前回はね、前回ね、お叱りを受けましてですね、友達がね、僕のね、前回のパートのね、動画をご覧いただいたんですけど、でね、そこで言われたのが、お前さ、無限武器で遊ぶのはいいよって、もともとさ、そんな実力があるわけじゃないじゃんって、でそんな実力がないやつがさ、あんなさ、慌てくれてさ、ウェルカムトゥラクーンシティの話をしたかったのか知んないけどさ、全然会話できてねえぜって、なんか転がって全然できてなかったぜって怒られちゃってさ、そんなお前でもチャンネル登録ボタンとグッドボタン押してもらえたらいい、嬉しいよなっつって言われたんで、ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押していただけると嬉しいですっていう、そういう話じゃなくて、ここ実は隠れてるとか、大丈夫かね、こっちにも多分敵が出てくる。そうなんですよ。だからね、ウェルカムトゥラクーンシティを配属してる。めっちゃ配属してたわ。こっちからも出て、あれ出てこんすか、出てこんすか。よし、オッケー。始末。あれいないね。こっちからも敵出てくるんじゃなかったっけ。出てきたわ。めっちゃ燃えてるわ。あれ爆発して消えた。そんなことがあるんだ。そう。で、前回ね、ウェルカムトゥーラクンシティの話をめっちゃしようと思ったのに、結局、あまりにも敵の動き方が変態的すぎて、それに追いつくことができなくて、結局ね、まともに喋ることができなかったっていうオチだったんですよ。だから今日こそリベンジして、それでももしうまく喋ることができなかったら、ちょっと余裕を持ってプレイできるようにするために、お前はロケランを使えってその友達に言われちゃったわけなんですよ。お前あまりにもトーク下手すぎるから、余裕を持ってプレイして、視聴者さんを退屈させないようにすることがお前の義務だっていうことだよね。っていうことなんで、そういう事情もあって、もしかしたらね、今回のプレイが、もともとその余裕があるないに関わらずさ、もうトークがそんなにお上手じゃないじゃないですか、僕ね。うん。っていう中で、レッドワイン、2、1、ウィン、ザ・デイ。そう。っていうことだったんで、ちょっとね、そう。だから、もしかしたら、ちょっと次回からロケランぶっかますシリーズにして、皆さんにとっては面白くないかもしれないけど、でもね、それでもね、やっぱトークがグダグダになってね、実況なのか何なのかって、熱いよーつって落ちていくっていうね。よくあるよね。なんだったっけな、なんかそういうのだったね。今回の事例、なんか、あれだよね。ほんとだるいわ、みたいな顔するパターンが多いよね。脱線した怪我人はって。みんな死んでしまった。ミハイルも全員。そうね。ミハイルは、ミハイルが脱線させた原因なんだけどね。ニコライに見殺しにされたのよ。ここで、あれだよね、Tウイルスでさ、そのリミッター解除されてさ、こう、エイリアン化するっていうのがなんかね、ちょっとTウイルスっぽい感じもしたりするよね。さあ、走る。ここで鉄板を倒すことができたっていうのがなんか結構すごかったですけどね。ほいっきょんっていうので、ウェルカムトゥラクーンシティの話なんですよ。いや、結論言うとね、つまんなかったっていう感じなんで、つまんなかったっていうか、よくこんな作品に仕上げられたなって。ゲームの要素をモリモリにしたかったっていうのはすごくわかるんだけど、演出があまりにも下手すぎて、で、何より一番違和感があったのが、ゾンビ。マジでゾンビ。最初に惹かれたゾンビがいたんですよ。登場シーンでね。バイオハザード RE2 のスタートみたいな感じのゾンビが出てきたんですよ。そう。ところがね、なんかね、そう、最初惹かれるわけじゃないですか。普通にゾンビちゃんがさ。ところが、ゾンビが惹かれたにもかかわらず、その後に全然、なんかしれっと引いていきやがった、この野郎。その後ね、こう、運転手に向かってくるわけですよ。あれ？これもしかして死にかけてはない。そう。そしたらね、そのまま素通りしていきやがって、結局、おっさんが完成したっていうのが、RE2だったらゾンビに噛まれたからっていうのが原因じゃないですか。おいで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 。
あれ、ああ、食らってる、普通に。おっさんに噛まれたからっていうのが原因じゃないですか。痛い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 。ちょっと待って。原因なのに、まあ、あの、結局その、ゾンビが引かれた時に、出た血を舐めたペットの犬が感染したっていうのが原因だったっていうね。まあ、それでまあ、警察署に突っ込みかけて、でね、その後にね、警察署に突っ込んでさ、レオンがさ、なんか受付みたいな、なんかすごいしょぼいやつみたいな扱いにされてるんだけど、それは仮にいいとしてさ、あのね、燃えたゾンビが普通になんかゾンビ感なんか歩いてくるっていうことにもすごい違和感があったんだよね。だから今回の作品はね、結構むちゃくちゃ、で、ゾンビがなんかその、その主人公たちとかね、まあ、主人公でレオンとかスターズたちとかね、スターズ一行とかにね、噛みつくっていうのもなんかすごいね、なんかすぐに向かってこない、あーやばいやばい、これはまずい、すぐに向かってこないっていうね、こうちょっと謎演出があるわけですわ。ゾンビの動きがね、すごく不自然なので、あ、そっち行くの、だからね、そこだけでなんかもうすごい冷めたっていうか、うわー、ちょうどいい感じですわ、混んだはずじゃなかったのに、もう第1形態の段階で俺、おお、あれあれあれ、ちょっと待って、押せない、ぴょん、ほい、こっちがいい、ほい、第1形態の段階でこいつを始末するつもりだったら、なんで俺、エイリアンになってるんだ、ほら、意外とでも体力やっぱ高いね。あ、ちょっと待って、このさ、とっさになんかこうボタンが発生してくれないんだよね。あれ、ちょっと、あ、マウスがいかなかった、こっ、うち、今多分あの、チンチンまたいだ、チンチンをまたがない、お股をまたぐみたいな、こういう場合な、ちち、なんでリロード、弾残ってたのにさ、近いシンプルに近い。そろそろ、でもこれで終わらなかったら、そうなんだ、これで終わらなかったとしたら、もうちょっと、マインスロアダンがないから、奴らが飛んでくるところを見なくて、っていうオチ、あれ、あ、大式ホールドを押しようと思って、あ、終わった。ねえ、特になんか見せてもらってね、対して。あとはその、なんかいろいろとこう出したかったっていうのはわかるけど、まあ、G になるのもすごい不自然だったし、まあ何よりもウェスカーが、まああまりにもダサいキャラだったっていうね、あとエイダがブサイクすぎるっていうね。あのエイダはないな。うん、まだリービンビンだったっけな。の方が美人だよね。バイオ4アフターライフとかに、アフターライフじゃないな。アフターライフじゃなくて、リトリビューションか。に出てきた方がまだ美人だったね。ちなみにあの、リトリビューションに出てきたエイダさんの役をやってる人に関しては、あの、あれなんですよ。メグザモンスターっていう、あの、古代のサメが出てくる作品を描いたやつがあるんですけど、それの、あの、主人公の、ジェイソン・テイタムじゃなくて、それはセルティックスの選手だ。ジェイソンなんちゃら、あ、ステイタムやったっけ、なんかそんなんだった気がするんですけど、それの、あの、まあ、相方役で出てくる女性も、あの、女性がその、エイダ役をやってる人なんですよね。うん。ということで、組み合わせてと、これで OK かな。よし、じゃあ、またいでいきましょう。じゃあ、すいませんね。雑魚に興味ないわ。わざわざまたがなくても、もうちょっと左の方、スペースあったでしょうに、あなたさん。ね。まあ、その、ゾンビの違和感を楽しむとか、まあ、あの、ちょっとその、解釈を誤ると、こんな、あの、ゲームの作風がこんな風に変わっちゃうんだぜっていうことで、あの、楽しみたい方に関しては、レベル5で楽にして見るっていうのは、もしかしたらいいのかもしれないけど、僕はね、ちょっとね、あまりにも、ゲームを再現させたかったっていう感じの思いはあるのかもしれないけど、あまりにもこう、ちょっと、演出を、あの、意識しすぎた、こう、わけのわからない、こう、ゾンビの動きになったりとか、あと、一回ね、あの、ヘリコプター、あの、リチャードじゃなくて、誰だっけ、ブラッドがさ、ヘリから逃げるじゃん、バイオ1の場合って。今回の場合は、ゾンビに襲われて、ゾンビに感染した状態でヘリを運転したから、8日に突っ込んでくるっていう、まあ、シーンになるのね。この時だけ、なんか謎の、スローモーションが発生するっていう。
だからもう演出という演出がね、もうほんと恨みに出てクソみたいな映画になっちゃったっていうのが、まあ正直なところでしたね。まあなんか最後まで行ったら面白いのかなとかって思ったけど、また、あれまた髪の毛つけてるしてんじゃん。なんてこった。また坊主になるし。聞こえるか。そう。っていうのがあったんで、まあね、なんか一応その、ウェスカーが作中に死ぬんですけど、あのエイダが現れて、あのウェスカーが、あれ俺死んだはずなんじゃねなんで生きてんのっつって、あの、で、なぜかあの、目が見えねえとか言ってんのに、サングラスかけた瞬間に目が見えるっていうような状態になって、辛抱しろ。それもなんかよくわかんない仕様だったけどね。とりあえずそんなことになりましたっていうのがあったから、まあ残、まあ、一応次の作品ありますせみたいなフラグ立てたけど、まあ、ウェルカムトゥラクシティ、タイトル2っていうのは、まあおそらくないだろうなっていうのが、まあなんとなくの感触ですね。だってあまりにもひどかったもん。久々に見たぜ、ヤフー映画のさ、あの、映画タイトルって調べるじゃん。映画タイトルで調べてさ、その評価が出てさ、あの 4.2 とかさ、3.6 とか出るじゃん。2.6 だったからね、初めてじゃない、久々に3切った作品見たもんね、マジで。ひどかったっちゅうんだよな。どいてくれ、ジル。はい。ということで、ちょっと顔色の悪いジルをね、まあ、でも、ここぞとばかりに襲い散らかそうというふうに思っている、すぐ良くなる、はい、人なんですけれども、必ず。あ、今だよね。今なら、このおっぱいを揉み散らかすことができるよ。あ、もんでもんでもんで。あ、ちょっとさ、こうやってさ、ここだけやったらさ、まるで下半身をいじってさ、あって、ちょっとあまりにも今のは露骨すぎたな。よくないよくない。はい。ということなので、まあ、一旦ね、じゃあ、このあたりで、ここ敵出てこないよね。もう、そうだよね。ここに敵出てきたら終わりだもんな。いやー、すごいな。なんか、砂ぼこり煙散らかってるっていう感じだね。あ、こんなのあったっけ？バードはどこだ？ああ、急に会話が始まった。僕の研究室だろ？無茶するな。俺も向かう。ああ、来てください。ぜひぜひ。ぜひ来てください。君の助けが私には必要です。バイオーガニックウェポン。これはあれなのかな、妊婦さんに必要なやつなのかな。僕もね、ちょっとね、まあ、いろいろサプリとかがやっぱ気になって、たくさん欲しいなって思うサプリはあるんだけどね。それをね、全部ね、買い込むほどのね、余裕はさすがにないざんすからね。ということでね、こっち向かっていきたいところではあるんですけれども、一旦ね、この辺りでね、終了とさせていただきたいと思います。ぜひね、次回パートもお楽しみいただけたらというふうに思います。では、お疲れ様でした。バイバイ。